阪神、絶好機逃す。阪神は同点の9回、ワンアウト満塁の絶好機を迎えたが、無得点に終わった。9回は先頭、森下がこの試合2つ目の四球を受けて出塁。甲子園が騒然となる中で、ワンアウト1塁から前川が右中間ツーベースヒット。佐藤輝明は申告敬遠で満塁となり、甲子園は押せ押せムードとなったが、代打渡辺亮は三振に倒れた。続く小畑もセンターフライに倒れ、甲子園からため息がこぼれた。代打でも初球から触れる原口選手かと思ったけど、ストレートに強いと言われている渡辺選手を起用したね。満塁で代打に出てきて、初球のストライク見逃した時点で終わってるよ。まあ、得点圏打率、0割7分7厘の選手使う方が間違い。渡辺亮の得点圏打率なんぼか、ベンチは知ってるの ?0 割7分7厘やで、そのバッターをワンアウト満塁の場面で出すか普通？せっかくのイジーをやたらに使わなくなったと思ったら、そのポジに鍋量が収まっただけなんだよな。渡辺って、頑張ってはいるが、肝心なところでエラーしたり、代打で出てきて、ど真ん中の初球見逃して三振したり。渡辺くん、初球のまっすぐを振れよ。空振り、ファールでも良いのにな。前に飛んで、ゲッツーやフライアウトなら仕方ない。ここは原口やろ。鍋量は一旦2軍調整してこいよ。代打でコールされた時なんでと思った。原口でしょう。案の定、初球の甘い球を見逃した時に、併殺打だけは勘弁してくれと。坂本に代打なら原口やと思ったのに、代打渡辺亮と聞いた瞬間、ちょっと嫌な予感したんや。